こんにちは、オンリーです。はい、こちら、オンリーのハードコアなんですけれども、やりたいことが多すぎる。本当に多い。とりあえず、村人の話をすると、前回ね、ちょっと、こんな感じで、もう直してない人もいるけど、村人ゾンビ治療で攻撃品を安くしました。村人の今後の方針をお話しすると、誰だろう？ちょっと待って。一人代表的な人がいた気がするんだけど、あ、この人。はい。この人みたいに、本棚を 1M で交換してくれる人。本を、本1冊でエメラルドに交換してくれる人。この人を大量に作っていきたいと思います。今結構、いろんな職種の人混ざっちゃってるけど、ここを秘書さんだけにして、さっきみたいに、本と本棚の人をたくさん作って、ちょっと、無限にエメラルドを増やせるようにしたいと思います。オンクラ。まぁちょっとやってみるんだけど、本棚を崩すと本が3つに入るので、ここからここに攻撃するだけでエメラルドが3倍になるわけですよ。こっちかな？あ、2だと、まぁちょっと手間はかかっちゃうけど、こっちにしろ、本棚を 3M で買わない限りエメラルドプラスになるので、これはちょっと買っときます。この場合多分もう一回ゾンビ治療したら、ここが1位になると思うんだよね。来た人どれだ？この人がなんで1円目でくれるかっていうのは多分ね、この人2回ゾンビ治療したんだよね。この人だけ。この家の前でゾンビ治療して、で、これゾンビ治療したから多分ああなってると思うんだよね。で、本と本棚を攻撃してくれる人をもうちょっと無限に増やして、で、ゾンビ治療を何回か繰り返すっていうのを今後、村人関係ではやりたいと思います。そのためにはね、金リンゴめっちゃ必要なんだけど、全く金がないので、ちょっと、それは後回しで。これが一つやりたいことですね。石井さん、この、最優テラコッタ、これマジで建築に使いたいと思って。もうこれ全色揃えるまで、石井さんも別の家を建てて、石井さんのお家を作って、そこで繁殖させていこうと思います。はい。で、今日なんですけど、前々回かな？前々回、頭を取るまで終われませんやった。ちょっとウィザードボス、こちらやっていこうと思います。なんとですね、この収録してる今日、おそらく前々回の動画がまだ投稿されておりません。なんでコメント欄読めてないんで、はめ殺しするか、正々堂々と戦うか、ちょっと自分で決めなきゃいけないんですけど、ちょっと今回はすいません。はめ殺しさせてください。ちょっとね、最近ハードコア楽しくて、ぽっくり行くの嫌だなと思って、安全策を取らせてください。またね、なんか、記念スピーク50回みたいな、そういう節目の時に、ウィザード正々堂々と戦ったり、エンドラを復活させて、また倒してみたりっていうことをしたいと思ってます。はい。なので今回は何もしないで、ちょっとエンドラじゃないわ。ウィザーに死んでもらおうと思います。急がず、ゆっくり、1話に1個やりたいことを消化していく感じで、頑張っていきたいと思います。オンクラ。はい。というわけで、今日は、ウィザーを倒す。倒すというより、死んでもらうだけなんだけど、ソウルサンドが4つと、頭がここですね。本当に多分だけど、はめ殺しできるんだよ。死んだらどうしようって感じなんだけど、エリトラでちょっと飛んで、要塞の方も買いたいので、この大量の中から、耐久力の人を探します。あ、痛い、21年目。ちょっと高いけどね。あとは、修繕か。修繕棒はね、ちょっと、1M で交換できたので、ここにストックしてあります。エリトラにつけて、修繕回復してから飛んでいくか。はいはい。で、エリトラ、修繕耐久力。で、これもちょっと回復していこう。いや、意外と緊張してる。はめ殺しミスったらどうしようっていう、それだけなんだけど、あー、みんな寝てる。はめ殺しねー。いや、バージョン 1.14、最新バージョンなんですけど、調べても出てこないんだよね。やってる人はいるんだけど、なんか方角まで解説してる人なかなかいなかったんじゃないかなっていう。バージョン 1.16.1 のやり方なら知ってるんだけど、果たしてそれが合ってるのかどうか、最新バージョンに適用されているのかどうかっていうのはわからない。さあ、向かいますか？エンダーチェストとか作ったらいいじゃんと思う人もいるかもしれないけどね。
あんまり意味ないんだよね。たくさん物を持っていけるかもしれないけど、死んだら終わりだから。緊張の一瞬です。いや、本当に、いや、一回、クリエイティブで試しちゃうか、本当に死にたくないっていうのが強すぎて。リスト設定できました。今、ハードとハードコアは同じだよね。クリエイティブ、ハードで、ワールド作ってみて、そうしたら、ここを壊します。で、ちょっと黒曜石と、ほら、黒曜石。黒曜石、頭、ヤスケの頭、どれだ？これが、ソウルサンド持って、こんな感じで掘っていきます。で、バージョン 1.16.1 で、自分がやったときは、これ、多分 5×5 になってないか。で、岩盤がこんな感じかな。これだね。こんな感じで、中央がここだと思う。だよね。中央がここ。中央の下。ここに、黒石置いて、ここがお尻になるように。多分これだけでいけたんだけど、ちょっと念のため、こうかな。こうして、これでちょっと一旦やってみようか。で、これ最新バージョンの難易度がハードです。あ、なんかハマってますね。ああ、戻っちゃった。なんか僕はさ、ウィザーが着々とダメージ受けてます。これたまたま方角が合ってたっていう線はないかな。多分殴っても大丈夫だと思うけど、いい感じかなー。いや、これ本番にしたらどうしようもないよな。あ、でも中央に、まあ、この、何、現世に、オーバーワールドに帰れるポータルがあるから、やばいと思ったら帰れば、なんとかなるかもしれないけど、怖いですね、本当に。で、多分、まあ、このまま放っとけば死んでくれると思うんで、ちょっと死んでくれるまで待つ。いや、多分、よっぽどのことがない限り抜けないから、一旦殴っとくか。いやー、これ本番でできるかなー。じゃあちょっととりあえず行ってみたいと思います。怖いこれ。本気で怖い。エンドに入っちゃえばいいから、飛びます。よいしょ。で、今日の進捗解除なんですけど、ギザを多分討伐すれば、討伐？ギザを召喚すればかな？どっちかわかんないけど、多分実績が解除されると思うから、はい。そちらで今日はこなしたいと思います。そして、要塞こっちで合ってるかな？忘れちゃった。多分この辺だった気がする。あ、ボートあるし、この辺だな、多分。はい、多分この辺です。安全に降ります。降りました。よーし。で、ここかな？ここだね。ちょっと分かりやすくしとこう。来ましたね。いや、来ましたね。怖え、ほんとに。とりあえず、エンドに入るのもちょっと怖いっていう。来まーす。はい。あ、なんか、あ、久しぶりに来たわ。ちょっと、登りやすいようにしとこう。さあ、来ました。ここですね。で、真ん中が、座標がね、00になるように作られてるから、ここを掘っていきます。さっきと同じ感じに掘ります、とりあえず。こっちも3、こっちも3マス。はい。これで333の真ん中がここ。真ん中がここ。0、0、0ですね。はい。で、下から、ここから、これ。1、2、3、4マス目。1、2、3、4マス目。3、真ん中、真ん中、合ってます。はい。で、黒曜石をこんな感じで置いて、召喚された時の尻尾が真ん中にあって、で、あと頭を置くだけ。いや、ハードコア。ハードコアです、これは。これはハードコアです。頼みます。まあ、また後日、後日というか、これが成功したら、また正々堂々と戦う日も来るかもしれない。さすがに今日は見せらないでほしい。
言います。きたー、怖すぎる、怖すぎる。弓を持っとこう。あれ、弓置いてきたわ。弓置いてきた、まずい。あ、大丈夫そう、よかった。戦う気はなかったし、そうだ、弓壊れかけって言ってチェストにしまったわ、そういえば。いや、これもう、本当なら殴ってもいいけど、おとなしく待ちたいと思います。怖すぎる。今日これで終わろうかな。いや、ビーコンを作るとこまでやって、いや、本当に、このままあっさり水田が死んでくれるとも限らないな。え、めっちゃ怖い、これ。牛乳構えとくか。いやー、削れるの遅そう。ちょっと今後の方針だけ話しとくか。え、今日ウィザーを倒しますか。で、ちょっとね、まあ、このチャンネルにメンバーチャンネルのメンバーっていうものが、メンバーシップっていうものがあるんですけど、そちらの方々向けの配信とかもちょっとやろうと思ってて、金リンゴを作るために、ネザー金鉱石かな。ネザー金鉱石をめちゃくちゃ、シルクタッチ掘って焼いて金を増やそうと思ってます。はい。なんで、メンバーシップ加入してる方お楽しみに。やばい、ちょっと緊張をほぐすために雑談し始めたけど、ドキドキが止まらないね。ウィザーよ。ハードコアでウィザー初めてだよね。いやー、このシリーズはいつまで続くんでしょうか。ちょっと、今3人称視点なんだけど、2人称だとなんかエンダーマンと目が合いそうで怖い。下向いてるけどね。さあ、そろそろ、ウィザーが、半分の HP を切って、なんか白い、もう身にまとい始めるんじゃなかろうか。そのタイミングでなんか動かられたら壊れたな、ほんとに。めっちゃ怖いわ。あ、白いの、まとい始めますね。ラストスパート。ラストスパートっていうか、2分半ぐらい経ってるから、完全放置したら5分ぐらいで、ウィザー討伐できるっぽいね。ビーコン作るためにやっぱエメラルド早く欲しいな。あの、サトウキビ収穫機今2つあるんですけど、あれじゃラチがあかん。ほんとに。なんか大規模なやつを作るか、もっと攻撃簡単にするためにやっぱゾンビ治療だよな。ゾンビ治療優先して、次回以降作っていこう。はい。そんなこと言ってるうちに、もうちょいです。もうすぐ終わるかな。近づきたくないけど。お、終わりそうです。終わった？地味な死に方したなぁ。はい。というわけで。あ、取れない。取れたー、ネザースター。いやー、ちょっと卑怯な倒し方しちゃったけど。今回はこれでいい。一旦戻ります。多分これ戻ったら、村人ハウス。起きて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 きた。あ、みんな寝て、みんな寝て。はい。私も寝まーす。とりあえず一安心。え、でもこれさ、一回ハメ殺したから、次はちゃんと戦わないとな。ビーコンせっかくなんで作りますかね。黒曜石があって、あとガラスかな。あ、そう、ガラスね、焼かずともどんどん増えていくんですけどね。秘書さんと攻撃して、開発していくだけで。はい、ビーコン。いきます。あれ？なんだったっけ？建築あったよね。ビーコンも準備して起動する。23。いやー、フルダイヤとか、フルネザーライトブロックで起動させてみたいけど、それはまたおいおい。多分これで起動するでしょ。お、来た！生活のビーコン。いいですねー。いいのか？一回作ったら、ずっと使えるトラッパーどんどん作っていきたいな。はい。ダイヤモンドブロック終了。ビーコンも、まあ、一旦しまっておきます。はい。よし、まあ、ちょっと、早いけど、今回は、こんな感じで、終わりたいと思います。最近ね、2話連続、2話3話ぐらい続けて、村の発展につながるようなことを、いや、してるっちゃしてるんだけど、まあ、目に見える村の発展ができてないので、ちょっとね、この、原木の印を置いてるんですけど、ちょっとお家次回からバン立てていこうと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。19時半から毎日配信中。よければ高評価、チャンネル登録お願いします。
次回の動画もお楽しみに。バイバイ。